スミネえシティナイターの第31回アクアクインカップは今回の6日間の女子戦のラストビーナスシリーズ第9戦スミネえの覇者を決する第12レースの優勝戦ですさあゆっくりと1ユさん4号6とどうやら枠なりに並びそう船を進めてまいります1号艇のサネモリミュー今回スミネえ初優出通算5度目の優出で初部位に大手をかけました人気の中心2号艇で中澤弘奈こちらも通算5度目の優出でデビュー初部位なるか 3号艇、運野ゆかり、第21回大会の覇者がアクアクインカップ V2 なるかです。そして4号艇、角でしょうか、土屋南今年4度目の優出今回、墨根初優出。5号艇で上田さなデビュー1年9か月の地元で嬉しい、初優出。そして6号艇の西村美今年初優出地元はこれで5度目の優出。さあ1、1ふた3でスロー、ダッシュ、動いていって4五6。これで枠なりで3対3に分かれてまいりまして、穏やかな競争水面場。 さあ今年のビーナスシリーズの第9戦の隅の枝を制するのは一体誰になるのか5人の選手がデビュー初優勝に挑戦の優勝戦第12レース12秒進の回転となっていますさあダッシュの3点から功績上がってまいりました3対3の枠成りインコースから1番2番3番4番5番6番2秒1秒今スタートしていきました スター角から4号艇の土屋南が出ていって1マークへと向かっていって絞っていってまずまくっていきます4号艇インから飛ばしに行った1号艇内から3号艇2号艇あと5番6番でさあマークスレッチはまくった刺した4号艇の土屋が膨らんだが内から3号艇の運野が上がってくるさあ4号艇あと3号艇トップ争いになってましてさあ優勝戦も波乱となってまいりました後ろで2番5番6番1番固まっていますなおスタートは正常でしたランタンマークではまくっていった4号艇の土屋南がいった懐を三号艇がさばいていますが先頭はここで四号艇の土屋南そして1点 新から二転心では3号艇、運の上位が4号艇、3号艇その後ろ5号艇、上田4、3、5となって優勝戦2 0とありますさあラストも後輩となってまいりまして先頭に一発決めて4号艇の土屋南がデビュー初舞台へと向かって先頭で2番手に3号艇3番手の後ろ6号艇、1号艇と攻めてきますが5号艇の上田さ菜3番手を踏ん張って上位が4号艇、3号艇5号艇となっています先頭と2番手が開いていって 20m ほどその後ろ大きく水がいて5号艇、上田さ菜3番手1号艇、人号艇 森は4番手後ろで6号艇2号艇の順第2ターンマークを回って直線コースは先頭で4号艇の土屋南優勝戦で見事な0台のスタートそして2番手は3号艇3番手に5号艇435で最終周回へと入ります。 さあラスト1周先頭に4号艇の土屋みなみがここは4コース角から一発決めて見事なまくりがち2番手に3号艇の運野ゆかり3番手が5号艇の上田沙羅最後のバックスレッダーと入ってまいりましたが優勝戦後輩との4 3 5先頭の4号艇の土屋みなみですがデビュー3年9ヶ月通算6度目の優勝で見事、墨の絵で初優勝となります。 さあ今回のアクアクイーンカップ31代目の覇者さあ今年のビーナスシリーズの第9戦隅のイのヒロインとなるのは4号艇の土屋南が初優勝2番手、3号艇3番手、5号艇優勝戦は3連覇満州優勝4号艇土屋南ゴールイン初優勝3番ゴールイン5番、1番ゴールイン6番、2番がゴールイン